思った。弁当くせえよな。まだ2軒目なのに誰だよ。家電のくせにとんだビッチメーカーだ。マジで死ぬところだった。お、黒木、気をつけて帰れよ。お。じゃあな。マジでうぜえ。で、何入ってきてんだ。この中で泣かせてよ。先生。もうちょい右上。ボードを買ってきたよ。はみ出さないでよ。大丈夫大丈夫。帰りたい。短いスカート履いて、きっと定期的にパンチラして、こんな子の彼氏だったら、こりゃほんまポッキモンやで。もうこっち。あのさ、だいたいなんで私に会うのにミニスカート誘ってんのか。なんかいい匂いする。何これ、メスの匂い。モカフラペチーノ一つ。フラペチーノ、何それ下ネタ。もこっち何頼むの。コーヒー、アイスコーヒーで。大丈夫、絶対俺の部屋入ってくんなって言って。あ、違う、別に変態とかじゃなくて。こちら、スプーンはお付けしますか。はい。あ、では入れときますね。はい。やっべえ、イケメンとも会話しちゃった。もう少し、もう少し。よっ、よっ、アリがズボンの中に。入りたくねえ。バレた。誰か私を助けて。うるせえぞ。てめえ貧乳だからかよ。美少女、何この美少女、地面入るレベル。何この汗、バスケ漫画のキャラみたいな汗かいてる。あ？いいわ、キャンデレ男子言葉攻め CD、 予想以上にいいわ。何泣いてるの、君が悪いんだよ。重要なのは他人、特に男との会話。中学時代の私の会話感を取り戻さなくては。苦。あいつら来世はうんこに転生しろ。うんこからうんこの輪廻転生を繰り返す。先生、さようなら。うん、気をつけて帰れよ。お、黒木、気をつけて帰れよ。さよなら。うん。目の腫れが取れない。でも戻らないと本当にうんこだと思われる。ちょっと待て、つうかこれお前らできてんだろ。悔しくねえし。あの二人ずっと何もしてないし。やろうか、切るの。それいいよいいよ、
あいつらにやらせるから。無理なんかしてねえよ。髪切るの無理だったらもう死んでるだろう。私暇だし何か切ったりするの。どこ行ってほしい。結構怖いね。大丈夫、私がいるから。そうかな。止まらない。口の中が血のまぐさい。あ、もこっち。ゆうちゃんはその どんなパンツ履いてるの。もこっち休憩。私は当番明日なんで暇だったから。スリじゃん。アイムキャベスト。こんな店どっ。大丈夫ですか。ゆうちゃん。急に抱きついてきた。あれでメスの匂いプンプンさせやがって、みんなの前でおっぱいをしつけやがって。チックショー、触っとくか。会いたかったよ。あ、うん、私も触るチャンスが。勝手に漁ってんじゃねえ。死ね。うん、わかった。自殺する。いや、ちょっと待て。ちょっとうざかっただけで。悪かったから落ち着け。俺に用があったんだろ。なんだよ。私と会話して。は？もう誰でもいいから花火に誘ってくれないかな。本当に誰でもいいから誘ってくれたら嬉しいのにな。私が何をした。何話したいの。お姉ちゃんって可愛い。くだらないことで落ち込んでた。初めてできた彼氏と喧嘩したぐらいで何を落ち込んでたんだろう。私頑張るね。考えてみれば。もこっち。